187。する気でもなかったんですが、ついやってしまったんです。対抗にならないようにできないでしょうか、とブエモン君は泣き出しそうな声をして、しきりに哀願に及んでいる。襖の陰では最前からサイ君とユキエさんがクスクス笑っている。主人はあくまでももったいぶって、そうさなあを繰り返している。なかなか面白い。我が輩が面白いというと、何がそんなに面白いと聞く人があるかもしれない。聞くのはもっともだ。人間にせよ動物にせよ、己を知るのは生涯の大事である。己を知ることができさえすれば、人間も人間として猫より尊敬を受けてよろしい。その時は我が輩もこんないたずらを書くのは気の毒だから、すぐさまやめてしまうつもりである。しかし自分で自分の鼻の高さがわからないと同じように、自己の何者かはなかなか見当がつきにくいと見えて、平勢から軽蔑している猫に向かってさえかような質問をかけるのであろう。人間は生意気なようでもやはりどこか抜けている。万物の霊だなどと、どこへでも万物の霊を担いで歩くかと思うと、これ式の事実が理解できない。しかも天として平然たるに至っては、地と一脚を催したくなる。彼は万物の霊を背中へ担いで、俺の鼻はどこにあるか教えてくれ、教えてくれと騒ぎ立てている。それなら万物の霊を辞職するかと思うと、どういたして死んでも話しそうにしない。このくらい公然と矛盾をして平気でいられれば愛嬌になる。愛嬌になる代わりには馬鹿を持って甘んじなくてはならん。我が輩がこの際ブエモン君と主人とサイ君及び雪絵城を面白がるのは、単に外部の事件が鉢合わせをして、その鉢合わせが波動をおつなところに伝えるからではない。実はその鉢合わせの反響が人間の心に個々別々の音色を起こすからである。第一、主人はこの事件に対してむしろ冷淡である。ブエモン君の親父さんがいかにやかましくって、おっかさんがいかに君をママ子扱いにしようとも、あんまり驚かない。驚くはずがない。ブエモン君が対抗になるのは、自分が免職になるのとは大いに趣が違う。千人近くの生徒がみんな対抗になったら、教師も異色の道に窮するかもしれないが、古いブエモン君一人の運命がどう変化しようと、主人の朝夕にはほとんど関係がない。関係の薄いところには同情もおのずから薄いわけである。見ず知らずの人のために眉を潜めたり、鼻をかんだり、短足をするのは決して自然の傾向ではない。人間がそんなに情け深い思いやりのある動物であるとは甚だ受け取りにくい。ただ世の中に生まれてきた風情として、時々交際のために涙を流してみたり、気の毒な顔を作って見せたりするばかりである。いわばごまかし性表情で、実を言うとだいぶ骨が折れる芸術である。このごまかしをうまくやるものを芸術的良心の強い人といって、これは世間から大変珍重される。だから人から珍重される人間ほど怪しいものはない。試してみればすぐわかる。この点において主人はむしろ刹那部類に属すると言ってよろしい。刹だから珍重されない、珍重されないから内部の冷淡を存外隠すところもなく発表している。
彼がブエモン君に対して操作なを繰り返しているのでもシャリの消息はよくわかる。諸君は冷淡だからといって決して主人のような善人を嫌ってはいけない。冷淡は人間の本来の性質であって、その性質を隠そうと努めないのは正直な人である。もし諸君がかかる際に冷淡以上を望んだら、それこそ人間を買いかぶったと言わなければならない。正直ですら不定な世にそれ以上を予期するのは、馬琴の小説から篠や古文語が抜け出して向こう三軒両隣へ八軒伝が引き越した時でなくては当てにならない無理な注文である。主人はまずこのぐらいにして、次には茶の間で笑ってる女連に取りかかるが、これは主人の冷淡を一歩向こうへまたいで滑稽の領分に踊り込んで嬉しがっている。